おはようございます。おはようございます。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。本日も鉢紹介。鉢を京都の方で京焼の鉢を手に入れまして、何が植わるのかなってずっと考えてたんですけど、まあとりあえずやってみようか。こちらの小さいやつがコリさんと、キツネとタヌキって書いてコリって読むんですけどね、これは男の方で、このボディ作って、こちらの大きい方が、東愛さんという女性の若い方で、京焼きの修行をしてますね。京焼きっていうのは沈でこう粘土で絵を描いて、そこのところに上薬を入れているんだそうです。で実際にやってるところを見たんですけれども、はい、いや細かくてすごい大変ですね。これなんかすごいですね。すごいですよ ね。すごいですね。やっぱり京都の伝統工芸の一つなので、伝統工芸のフェアみたいなところで実演をしていたんですけれども、4回焼くそうですね。4回、はい、上絵つけてから2回ぐらい焼くみたいですよ。これねすごい綺麗なんですけど、何植えようかなっていろいろ考えて、この大きさになるとうちではこう小さいのが多いのでなかなか素材がなくてね、これ入ったら面白いなと思って、これ長寿梅です。今葉っぱないんですけどね、赤の長寿梅入れてみようかなって思います。入るかな、大きいのは やってみないとわからない。わかりました。もし入んなかったらごめんなさい。でちっちゃい方はですね、まあ何でも植えられると思うんですが、さっき選んできたのがこの猫柳の小さいやつ、でこれなんかも細いので入るかな。小ならね、これが入ったらいいなと思って、これも長寿梅ですけど、長寿梅、このくらいに入るんじゃないかなと思って、赤花なんでね、青い鉢合うんでちょっと頑張ってみる。あとはねこのちっちゃいのはね、草鉢に使う人がいるので、今だったら石菖が綺麗かなと思いましてね、石菖をこれがこうなると、どうやったらこれが浅草がこうなるかみたいな話もしつつ、やってみたいと思います。お願いします。はい、お今日から、お今日から、お今日からやってみましょう。今そんなにまだ根が張ってないから、根の状態では植わらないんですよ。長寿梅だいたい根切りませんからね、あんまりね。入るかな。でも根っこそんなに張ってないです。これ一回植え替えてあるんでね、まだね柔らかいですよ。いや、それにしても綺麗です ね、 この素晴らしいね。こんなね鉢があるなんて知らなかったんでね。知らなかった。よいしょ。根っこすごいですね。この針が入るかどうかね、ちょっと難しいな。ちょっと無理かな。雰囲気はします、この根っこを下に持っていかないとダメだな。これは下から出てるヤゴ枝、これあると入らないので取れますね。ぐーっと縮められればね、根を下に持っていくんだ。こういう時はだけ入れてみます。試し入れ。こういう綺麗な鉢はね太くないと合わないんですよね。あ、入るほら。入ります。こっちが頭かな。すごい。入るじゃないですか。迫力ですよ。迫力ありますね。やっぱりね鉢がねすっごい派手だと上もがっちりさせないと鉢に負けちゃうんですよね。本当は花が咲いてればバッチリなんですけどね、今ちょうど咲いてないんでないですけど、これで OK ですね。これで一回抜きます。でちょっと静止します。余計な枝があるんで、ここから出てるのはいらない。もんですね、もうだいたい綺麗にしてあるものなんで、これ切り口のね、この切った後キニヌール、そう、キニヌール、傷がね、切った後がね、はっきり分かるとね似た感じが良くない。あとはいつも
ちょっとしか入らないですね、根が大きいからね、これは多め、長寿梅肥料大好きです、はい、で前を見て絵がこっち側に行った方がいいのかな、そっか、流れも関係しますよね、うん、こっちに流れてるので、でもこっちの方がここを前にするかここを前にするかですよね、と、こっち前にすると絵が見えないのね、あんまりね、はい、こっちの方が絵にかぶってるので、うんうんうん、やっぱこっち前ですね、うん、一回グッと下げて、どう、もうちょっと流れがこっちですね、この位置です、木にはかわいそうなんですけど、このくらいの我慢をしていただかないと鉢割れないかと思ってちょっとそれが心配です、成長した時、そうですね、そうだからあんま長く入れる、あんま長く1年ぐらい大丈夫だと思うんですけど、京焼きは硬いですからね、こっち側の根っこが出ちゃうんだよな、こっち側の根っこがちょっと出ちゃうので少し綺麗にしないとダメです、これいらないですよ、この辺の細身を取って入らないの中に、こういうね、こういうところをちょっと上げて、あとは止めます、根っこに引っ掛けてグッとグッと、やっぱね派手なやつは本当は常緑が植えたかったんだよね私はね、あの口なしとか、ピラカンとか黄色は合うんですが、ちょうどねこの鉢のサイズに合うのがうちにないでちょっと探しに行ったんですけど、やっぱりぴったりのがなくて、まあでも長寿梅咲いたら派手ですからね、迫力あるねありますねありますね、土鉢って見るのとはだいぶ違いますね感じがね、でね、リンゴとかなったりしたら、あ、結構土入るんだよね、うん、綺麗に落としてしまいました、ここなんか見た、ついて奥の方にシュッシュ入るでしょ、ほら、本当にね、ここ穴開いてるんですね、根の下に根っこがないんですね、こんだけ土が入ればこれギッチギチに見えますけど平気ですね、これもう成長に何の問題もないですね、土が入んないようだったね困るけどね、新しい土がこんだけ入るってことは大丈夫、一番細かいのでちょっときれいにしましょう、ここにね針金かかってるからね、それ後で、ね、苔で隠しちゃう、トッ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 ト、じゃあ今度水入れます、はい、水入れます、うん、よし、うん、はあ、上がりましたね、こうですか、足どこ、ここ前ですね、こう流れてますね、木がね、ここ前ですね、あとは苔をピッピッピッと、はい、大丈夫です、迫力ある、迫力あるね、この鉢に負けない木を植えないといけないんだよ、だから太い木が欲しかったんですけど、今うちにあるのがこれしかなくて、この太さになると背が高くなっちゃうんですよ、はいはい、それではおかしいんですよ、やっぱ ここギリギリ、ここもうちょっと低いぐらい、このくらいがいいんです、ドピラ観察でも何でもよかったんですけど、そんな太くて短い木高くて出来上がっちゃってますからね、何万円になってるからね、ちょっとね撮影で使うにはちょっと高いかもしれない、次がちっちゃいのやってみるか、これかな、これかどっちか、どれに合うかっていうのがあるんですけど、ちっちゃいのにこれなら入ります、まず静止します、この枝おかしいんですよね、ビヨーって一回こう曲がってんのに、ほらこんなとこから出てるので、はい、ちょっと静止、これはいりません、これコナラでしたっけ、コナラです、はい、コナラです、コナラでいいですって、ここも裏枝もここもいらないと思う、上だけで見てた方が面白い、うん、コナラ、これはあのどんぐりを撒いて、うん、2年生ですね、去年撒いてここに鉢上げしたんで2年ですね、ただ結構根っこ大きいんで入るかな、うんうん、1回根は切ってんですか、1
回切ってますね、うん、だからあの普通直根があるんですよ、ピューッと長い種まくと、はい、うん、それは切ってあるんです。なるほど。じゃないと無理です。前ねそれも動画撮りましたね。はい、ブツッと切っても大丈夫なやつですからね。と横根がこう出てますけど、これはもう切ってもいいです。今の時期でもコナラはそんなに問題ないと、うん、これを丸めて入れる。でもこの黄色が私好きなのね、絵がなくてちょっと寂しいんだけど、うん、これに入れたいんだよね。入るね、うんうん、ちょっと倒すようにこんな感じでね、うん、ちょっと汚いですけどね、これは合うなと思ったのね、はい、葉っぱないから寂しいですけどね、でもまあ生きてるし来年こっから。これ小葉のコナラなんで葉っぱ小さいんですよ、はい、いろんなどんぐり巻いたんですけど、小さいどんぐり巻くと小葉です、うん、同じコナラでも木の種類がちょっと違うんでしょうね。小石さんの鉢もこれ作るのも大変だろうね。原さんもすごいけどね、うん、こういう人がね若い人で出てくるんですね。嬉しいですね、うん、びっくりだよね。若いんですよね。いくつだか年知らないですけど、わかんないですけど、うん、ちょっとこっち向きますね。よっ、もうちょっと倒す、ここかな。ここで針金止めるときにこれを手離すとまた動いちゃうんで、ここが一番難しいところですよ。豆は特にね。みんなちっちゃいのに止めんですかってよく聞かれるんですけど、はい、ちっちゃくても止めないとね形作れないですよ、うん、穴が小さいからもう一本入れたいんだけど、そうすると水が出なくなっちゃうんで、うん、こっち側だけで、あとは土と苔で調整します。ちっちゃい方じゃないけど、ちっちゃい方ここのところで、こっち止めてない方でちょっと、うん、止めてない方を先にやってギュギュギュって止めちゃう。でこっち側にで、ここで角度を決めるのね。ここで、はい、ここにあのギュって土を入れれば倒れますから、ここでね、こっち側に、うん、こんなもんかな。で最後細かい土で、ここの出てるのうん、水につけます、はい、はい、よいしょ。ね、柄ないんだけどとっても素敵な形なんですこれ、うんうん、ね、はい、出来上がりました、ね、かわいい、ね、かわいいでしょ、うん、で葉っぱ出たらもう鉢小さくしとくと、うん、発芽した時に葉っぱ大きくならないんで、はい、葉っぱ出る前にぜひちっちゃい鉢に入れてください、うん、こちらも、はい、苔担当、はい、苔大臣お願いします。苔大臣、ね、あとねこの鉢ね、うん、ちょっと添えの草植えるのに派手だからいいなと思って、うん、草がね今冬場はないのが多いんですよね、うんうん、でよく使うのがこの石章なんです。石章、うん、はい、石章はこんな長くなってるのもあるしね、短いのも売ってますけど、最近そのうんと短いハヤブサと呼ばれる石章がなかなか手に入らない、はい、入らない。それでこれは普通のビロード石章なんですけど、うん、ビロード石章は結構小さくなるので、これをどうやって小さくするかと言いますと、これね切っちゃうのほら、うん、そうですか、はい、こうやって切るのは今じゃなくて本当は春です。春に春あの冬の間にね先端が茶色くなるの、どうしても、うん、あの傷んで、だからそれも綺麗にしなくちゃいけないので、バスッバスッってもうギリギリのとこでゴブ狩りします。こういう風にで年に2回やりますね。一番伸びてきて夏にもう1回切る、うん、ほらほらギリギリここ、はいはい、ここもうちょっと切って、このくらい、うんうん、伸びてきた時にね切った跡がね残るから、どうしてもギリギリで、これじゃちょっと長すぎるね、このくらいにしとく。あれじゃないですか、色悪くなったりしないんですか、この部分が枯れて。いや
意外と目立たない、全然平気、うん、だから長く切っちゃうとそこが目立つから、はいはい、ギリッギリで切ってね置くんですよ。中から出てくんですけど、うん、こういうのもちょっと長いなと思った、こうやってこの辺長いなと思ったら、ゴブ狩りですよ、はい、それでこうやって短くなったのが、これは一回買ってあるんですよ、だから全体短いでしょ。夏そうです、夏に切ったやつですね。夏が、これ、うん、そうそう、一番長いので本当はこの長さになるわけですから。そうですね、うん、この長さだからこれは本当ちっちゃくなるんですよ。でこれを分けて植えてみましょうか。今ね、ちょっと草ないんだよね。パンパンですね、これ増えすぎ、増えすぎ、こんなの。これはね、思い切ってこうやるんです、うん、で今分ける人は寒いから保護してください、じゃあ必ず、はい、バツッと切りました。土落としちゃいます。春にねこれやんだよね本当ね。切ってさっき切ったでしょ、はい、これを抜いてこの作業をするわけ、うんうん、こんだけ根っこ切っても別に何の問題もないですから大丈夫です。これ日陰の植物ですしね、ちっちゃい鉢でも平気ですから、うん、大体落としたら割ります、はい、簡単に割れます。バリ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 ってこうやってちっちゃいのに入れていくんですよ。どこが一番ちっちゃいとこ一回洗います。これなら入ると思います。洗って根元も切って、ちょっと掃除するので、掃除っつってもほらこういう葉っぱあるでしょ、汚い葉っぱ、うん、引っ張って取るだけです。ピンセットでこうやって、ほら汚いでしょ、うん、何本かあるんでね、どうしても、うん、これ綺麗ですね。これがこう巻く、逆にやるか、これ2個割ります。巻ったらこうなってたのね、うん、こっち側何もないでしょ、だからおかしいからこうくっつけます、はい、そうすると丸くなるからね、うん、でこの状態で植えるんですが、根っこをもうちょっと切っても大丈夫ね。凍らない場所に置いといてもらえれば石柱は丈夫ですから。問題はどれで植えるかね、うん、白かな、やっぱりよいしょ、ギリギリですね、これやっぱ下草になるとね、もうちょっと下がんないといけないね、うん、ちょっと草多すぎて下がらない、しょうがないね、植えると安定するかもしれないね、うん、白でしょ、こっちのだとこんな感じですね。これは半分だ、うん、こっちかそれも悪くないですね、悪くないね、こっちの方がなんか合うような気がする、うん、ね、でこれ半分ですよ。これね、草合わないと思ったの、うん、これはない、合わない、これがいい、半分でいい、だったら半分でいいですね、はい、これがもう花も咲かない何もない石柱なんで、派手な鉢の方が展示なんかした時はちょっと目引く、うん、だいぶいいかなと思います。ほんのちょっとしか入らないですよ、でも肥料をちゃんと入れないとね、あ、引っかかんない、草もね止めないと抜けますから、うん、木と同じで必ずうちは止めます。皆さんでも豆盆栽愛好家の人が日々これをやっている、うん、そうですね、そうなんです。なるだけね、ちっちゃいけれどもなるだけ入れないといけません、頑張って、よいしょはいはい、植え上がりました。あとちょっとね、土でないように苔、そうですね、うん、なかなかかわいい、うん、植えたてだとね、なんか違和感あるんだけど、これで半年、3ヶ月ぐらいかな、うん、馴染みます。草はね、植え替えたてはどうしても違和感出ちゃうの。これやりたい。盆栽キューティーシャツの予約を受付中です。詳しくは概要欄をご覧ください。これめちゃくちゃかわいい。これかこれに。うん、植えたいんですよ、うん、黄色が2個ありますからね、そうだね、そうだね、うん、青とかね、白とかね、まあ、どっちかで、これほどいて入ったらこれをどっちかに植えたい、はい、これは長寿梅ですね、1号所なんで葉っぱがすごい細かくて花つきがすごいいいものなんですね、うん、で秋にちょこちょこって咲いたんですけど、あとはもう春ですね、2月ぐらいに咲くんじゃないかな、
ただ根っこの状態がどうなってるかわからないので、ちょっとほどいてみてそれから考えます。こういう苗木ってね、潜ってる部分がどうなってるかわからないのでね。そうですね、うん、当たり外れがとてもあるんですよね、苗木はね。幹がね、うん、出てくるんですよね。そう、ほら、長い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 ね、長いね。ちょっと長すぎるかな、うん、すぐ根っこがあればいいんですけど、ない場合もあるんでね。ちょっとほら、おかしいでしょ。ここまで太くて、ここが細くて、ここまで埋めるしかないから、うん、そうするとこの鉢だと浅いか。まあこれだったら入るかもしれないけど、うん、みっともないよね、これを出しちゃったらね、うん、少し斜めに、あの深い鉢だと斜めに植えれば、こういう風に植えるわけ、うんうんうん、流す。さっきこう立ってたから、そうですね、うん、流せば、うん、悪くない。悪くはないけど、ちょっと細すぎる、うん、鉢が派手なんで、こんだけ細いと負けちゃうのね。え、鉢大きすぎでしょ、うんうん、これ。そうですね、これいいんじゃないかな、あのどっちかに合うと。ほうき作りみたいな、うん、これはね、舞姫か織姫どっちだろう。これは太すぎて入ると思うんだけどね、うん、あの鉢に対抗できるのはがっちりしてないといけないので、この織姫か舞姫かつ微妙な問題があるんですが、うん、山ではありません。で、これ抜けるかな、こういう鉢難しい。1子入ってますね。よよよ、はいはい、取りました。この鉢はこの鉢でいい鉢だね、うん、植え替えてありましたね、今年の春に、じゃないか、去年の春に植え替えたんでしょうね。ほら、直根がまるでないでしょう。ほら、これはもう植え替えはぴったりです。ちょこっとだけ骨をこう切ります。こういう素材だと植え替えはいいですよね。直根があったらもうできませんからね、浅鉢に。ちゃんと手入れされてますね。うん、大したもんですね。問題はこの幅に入るかですね。前後ろを見極めないといけません。こっち前だとね、うん、これが出っ張ってんのね、はい、だからこの枝だけちょこっと短くしないとおかしい。そうするとこの青い鉢にぴったり入ると思います、はい、前が濃いと、これなんだろうね、睡蓮かな、うん、だと思いますね。後ろ濃い2匹なんで、こっちの白い方にね、こう入りますね。入ります、大丈夫です、うん、張ってるんでね、根っこがね。これちょっと切んないとダメだ。これが引っかかります、うん、まあ普通の人は植えないですね、このサイズに。そうですか。いや、この大きさだとこれがぴったりですよ。ぴったりはぴったりです。ぴったりですよ、すごいですよ。こんないい、いい器に植えたらどう、ね、いいじゃないですか。なかなか、のこのこいと思います、うん、葉っぱ出たら綺麗ですよ、ね。でさらにこんだけ詰めると、うん、葉っぱちっちゃくなりますから、うん、多分こっちの鉢、この鉢に入ってたんで、はい、これがこうなると葉っぱがさらにちっちゃくなります、うん、こんだけ出来上がってる木だからこそできるんでね。そうですね、うん、今日はほら手入れじゃなくて植え替えのあれなんで、うん、作ってるとこ見たいな、うん、見たい。京都まで行かないと。京都です。京都行かないと見れない。なんか植えてくださいって。あら、ちょっと傾けた方がいいかな。ちょっと傾けたいね、うん、あのまっすぐだと違和感があるんで、どうかな、少し傾けた方がいいんじゃない。ね、ちゃんとね、根処理してあると本当に植えやすい。でも残念だよね、大きい鉢で最初にちっちゃいのを入れてくれればね。何年生ぐらいですかね、これ。これは取り木だと思います。あ、取り木ですか。取り木ですね、多分ね、挿し木じゃないと思う。だからちょっと大きい木買って、こういうのいっぱい作るのもいいですよね。そうですね、豆盆栽の人はね、素材はね、取り木のできる素材を探すんだよね、うん、売ってないから、うん、小さい木をだから自分で作るしかないから、ね、取り木をするんです。どうかな、こんな感じですか、うん、かわいい。ここに根っこが張ってくるとガッとかっこくなってね、うん、ちょっと沈めてしまいましたので、それは出てくるのを待ちます、はい
どうかな。いいじゃん。これもやれます？あ、これも植えますちゃんと。この鉢にこれを植えようと思ったら、ここの元のところがここから細くなってた、ここまで埋まってたわけです、はい、でこれまっすぐこう植わってたんですけど、これじゃあちょっとこの鉢にはもうちょっと太い長寿梅の方が合うんですよね。だからほんのちょっと細くなっただけでなんだかなと思ったんですが、はい、これはあのチューブ化の鉢なので流すことにしました。こう半径外に持っていく、うんね、こういうふうにグッとこっちからグッとこうやればね、多少細くても見られるんですよ、はい、こうやってね。そうすると元のとこちょっとね細すぎて寂しいんで、この姫の月見草です。月見草、姫の月見草をちょこっと植えて、うん、邪魔だったら後でもし引っこ抜いても大丈夫なんで、これ簡単に取れますから植えてみようかなと思う、はい、これだとねこの毛も使えますね。ここになんか木が植わってて、木が多分枯れたんですね。根っこがありました。これはこれで大丈夫。このくらい根っこあればね、もう大丈夫です。はい、これがこういうお花で、うん、ここはちょっと正面じゃないね。これか、これですよね。正面はね。で赤だからこっちでしょうか。花赤ですからね、これ。青いとこ前に持ってってみましょうか。本当はこれも長いんだけど、これ取っちゃうとこれね立ってるでしょ、ほら、うん、ここ、はいはい、だけどねこれね切っちゃうとねすっごい寂しくなる、うん、だから今我慢しないといけないな。途中で切っても多分おかしい。鉢がね綺麗なんでね、上をねあんまりバサバサ切っちゃうとね、うん、負けちゃう、負けちゃいます、ね、だからこの辺でやりましょう。真横じゃなくてちょっと斜め前に頭を持ってきましょう、はい、ぎゅーっと止めて、一応言っとくとあれですね、はい、この時期に植え替えする人はほぼ忘れないよ、うんうん、そうですよ、寒くなってきましたから ね、まあでもちょっと保護してあげれば冬場、うんうん、あの夜だけ家に入れるとか玄関にしまうとか、あとは一番いいのは発泡スチロールにしまうことです、うん、それで外で平気です、はい、こう発泡蓋してね、ちゃんとねちゃんと蓋して、で昼間開けといてやって、凍らないから発泡スチロールに入れとけば金子でも何でも全然平気ですよ外で、はい、そうでもうこの時期は根をあまり切らないっていうのはまあ鉄則ですけども、はい、まあ仮植えみたいなもんかな、うん、どうしても展示会があるとやりたくなるじゃないですか、ね、そうそう、私もこれからやるんでしょ、梅あ対策できます。それはあれですか、名品店、名品店のね植え替えがね追っつかなくてね、用意してあるんですけど鉢を取り替えなくちゃいけなくて、上のグリーンクラブです。そうです、10時から展示が4時までですね。売店はだいたい5時までやってますけどね。あ、草植えの忘れちゃったここに草を植えようと思ったの。そうだ、ピンセットでねギュってね押し込むのこういう草なんでね、別にねここのところにねギュって根っこをね入れてっちゃう、そんなに難しくないですよ、うん、根を差し込む、根っこを差し込むだけです。うん、こう置いてこの根っこを端っこの方持ってこうやってギュッて入れてって最後ギュッてであと苔があるから苔でちょっと止めたりもしますけども、はいはいはい、これからこれを苔を貼るとだいぶ雰囲気が変わりますね、うん、じゃあできたやつをまとめて見てみましょう、はい、お疲れ様でした。はい、ちょっとね一部分ちょっと材料不足で気に入らないのもありましたが、はい、まあまあしょうがないということで、うん、はい、これ気に入りました、はいはい、鉢がいいからね、鉢に合わせて木選ぶとねやっぱり相当頑張らないとね、なるほど、
般的に木に合わせて鉢選ぶことの方が多いですもんね。そうなんですよね、うん、だから鉢ありきだと意外と、うん、素材探すの大変でした、うん、でですね、これが全国商品盆栽名品展、うん、第50回記念ということで上野グリーンクラブの1階で、売店もありますが、展示会をやります。その時に、まあ、こちらの鉢植えてないね、こっちのこういうのもまだいますから並べてみたいと思いますが、はい、今回は第50回の展示会ということで、歴代の鉢作家の展示もするんですが、まず初代会長が中村是光さんというあの、はい、俳優さんでありまして鉢作家でありまして、うん、東京盆栽のあの大御所さんですね、はい、でその後佐野大輔さん、うん、常任理事を長く務められてましたね。あと中田武山さん、はい、木工さん、うん、あと一層さん、とその他ねいっぱいいるんでね、あの全部言えないんですけれども、で現代鉢作家として今活躍中の日本商品盆栽協会所属している鉢作家さんが、はい、藤掛雄山さん、上州勝山さん、原志水さん、あと他にも大学も鉢出しますし、うん、私の鉢も並びます。なるほど、現代作家、現代作家頑張ります、うん、頑張ります。新人さんも出ます、はい、でとりあえず、展示に出ますので皆さんぜひ遊びに来てください、はい、私の作った鉢も販売します。はい京都でだいぶ売れましたけど、はい、また新作新作っていうか数いっぱい作ってます今。あ、そうですか、はい、それは楽しみです、はい、じゃあそういうことで、はい、皆様ぜひご来店ください、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。